はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ウイスキー、ブラックニッカの、ディープブレンドのエクストラスイートというのが、近日発売しましたので、購入しました。そしてですね、驚くべきことに、なんと俺がお気に入りだった、このブラックニッカのディープブレンドの普通のやつも、数量限定で、あ、違う、同時発売だ。ここに書いてあるんですけど、ブラックニッカディープブレンドがね、ラベルが変わるらしいです。で、俺はちょっと怪しんでるんですけど、まずくなっているんじゃないか、ということで、一応ノーマルタイプのやつを先ほど買ってきたんですよ。この 45% のディープブレンドの普通のやつね。多分、ラベルが変わったということは、ニッカウイスキーのすることだ。まあ、おそらく、味も変わっているだろうということで、今度これ、新しいバージョンのやつと、この普通の、昔のバージョンのやつをね、まあ、飲み比べたいと思います。まあ、それはいつになるか知りませんが。まあ、とりあえずいいや。深い甘やかさをさらに深めて、こちらは数量限定で、販売しております。アルコール度数が 46%。ビターチョコを思わせる樽の甘く香ばしい香り。長期熟成を重ねた、シンダルモルト原酒とカフェグレーンが織りなす濃厚で滑らかな甘さと、ほろ苦さが調和した深くコクのある味わい。柔らかでビターな樽の余韻が心地よく続きます。原材料名がモルトとグレーン。容量が 700ml。これ Amazon で予約したんですけど、ようやく今日届いたわけです。でですね、その Amazon を価格を見たところ、俺2500円でこれ買ったんですよ。これ2500円で買ったのにもうすでに2100円ぐらいでね、売られてたっていう。予約しない方が良かったんじゃないかっていう感じですね。一体予約した意味とは何だったのか。ふざけるなよ。何のための予約やねん。まあいいや。飲んでいきましょう。乾杯。あ、辛い。あ、甘い。甘い、辛い。鼻にツーンとするような、アルコール臭というか辛さ。辛さが結構します。で、甘さもあるんですけど、エクストラスイートって書いてあるけど、まあ甘いんだけど、ちょっと辛いですね。全体的に。まあ、アルコール度数 46% だからっていうこともあるんだと思うんですけど、辛いです。コクは、普通のディープブレンドの、よりコクはないような気はしますね、僕は。なんか絶対的に辛い。全体的に辛いです。もうなんか、口に入れた瞬間からこう、ブワーっとくる、アルコールの辛さ。まあ、甘いといえば甘いんだけど、辛い。やっぱり、口に、やっぱアルコール度数高いからだろうな、これな。喉がこう、痛い。まあ、うまいといえばうまいのかもしんないけど、ディープブレンドに比べたら、普通のね、ディープブレンドに比べたら、なんかコクは少なくなってる気はするんですけど、まあ、それは結局相対的にね、アルコール度数が、あ、でもアルコール度数も変わんねえよな。アルコール度数は 45% か。ディープブレンドの 45% ですから、まあ1%こっちの方が上なんですけどね。
その分なのか知らないけど、ちょっと辛いです。まあ、一言で言うならば、まあ、これは買いか買いではないか、2500円ですからね。2500円で買いかどうかって言われると、買いではありません。はい。これ買わない方がいいでしょう。そこにもあるんですけど、そこにね。そこにあるんですけど、ブラックニッカの、ブレンダーズスピリットの、旧式の方が、まあ、残ってますけど。あれに比べると、はるかに、買いではない。2500円で、まあ、これを買うかって言われると、まあ、普通のディープブレンドを、ね、2本買った方がいいんじゃないのとは思います。あまり美味しいかって言われると、まあ、あんまり、ぼちぼちぐらいじゃない ?2500 円だからな。ブレンダーズスピリットはクソうまかったけど、あれも2500円でしたからね。まあ、それに比べたら、まあ、買いではないのは間違いない。とは思います。まあ、今だったらアマゾンで2000円ぐらいで売ってるから、まあ、2000円ぐらいで、だったらまあ、そこそこあれなんちゃう。普通にあれなんちゃうか。謎だよな。お前なんで俺なんで俺2500円でさ、わざわざさ、予約しといて、しかも当日に届かねえっていう。ね?ふざけんなよって話よ。ほら、今2160円になってる。俺注文したときこれあれだったのに。2498円で予約したね。これいつ発売したんだよ、ほら。いつ発売だ、これ、大体。ふざけんなよ。これいつ発売したやつだ、これ。6月の?ん?これ違うな。え、これいつ発売したんだ ?3 日前ぐらいに発売したはずだけどな、これな。ディープブレンドの特徴であるシンダルモルト原酒とカフェグレーン由来の甘く香ばしい香りと豊かな、コクを、際立たせたウイスキーです。これちょっと いつ発売したかちょっと。あ、9月の11日。だから、俺今13日なんですけど、あれですね。2日前に、ようやく届いた。3日後ぐらいにようやく届いたとか。2日後か。2日後にようやく届いたって感じですね。これは全体的に辛いですね。ストレートに飲むと本当に喉が痛くなるレベルの、辛さ。まあ、いろいろ、書いてありますけど。ロックで味わえば、時が経つとともに、シンダルモルト特有のバニラのような甘い香りが、ゆっくりと開いていく。ハイボールなら、甘やかさの、後ろに潜んでいたピートの存在感が泡とともに湧き上がり、ビターな個性が顔を覗かせる。この二面性こそ、エクストラスイートの醍醐味だって書いてあるね。ちなみに、ピート感は、まあ、若干ピーティーですね。若干、まあ、ピート感はあるっちゃあるんだけど。まあ、これを2500円で果たして買うか。まあ、2100円ぐらいだったら買いだと思います。まあ、どうなんだろう。まあ、2100円ぐらいだったらまだいいでしょ。2500円でこれ買いかって言われると、怪しいですね。まあ、微妙といったところでしょうか。でもこれ、結構甘い。甘さはあるんだよね。しっかりとした。甘い香りと、まあ甘さ。だからこれ冷やしてロックとかで味わえば割と、この辛味が消えて、美味しくなるんじゃないか。どうなんですかね。
まあ、これちょっとロックで飲んでみて。あれだな。ちょっとロックで飲んでみようか。はい。富士山麓グラス。これロックで飲んでみようか。これでロックで飲んでみようぜ。でもそこそこ、まあ、2160円ぐらいだったらそこそこあれなんじゃない？まあそこそこ買いなんじゃない？四つ星ぐらいにはなるとは思うんですけど。まあでもまずいかうまいかでいくと、まあ、ちょっと辛いけど、まあそこそこ美味しいは美味しいんだけど、ただ2500円出すかどうかだよね。この味に果たして2500円出しますかって言われると出さないです。出しません。ロックで飲んだら割とうまかったりしないかな。まあでもそこそこはまあ美味しいとは思うんだけどね。2100円ぐらいだったらまあ、でも2500円ってなると割と普通にシングルモルトとか2500円あれ買えるからな。2500円あれ普通にシングルモルトの、ねえ、買えますからね。ちなみに Amazon のレビューでは、四つ星が一つ、三つ星が一つ、二つ星が一つで、五つ星中、まあ、三件のレビューがあるんですけど、3.0。三つ星ってところでしょうか。ね、近所の大手スーパーで本日2106円で購入。二十数本陳列されてましたって書いてある。よかったじゃん。2100円だったら、ま、買いだろ。そこそこ。なんで俺、もうムカつくな。こいつらみんな2100円とかで買ってやがる。ちくしょう。わざわざアマゾンで2500円で買ったのにふざけやがって。あとまあさっきも言ったけど、あのディープブレンドの普通のやつがね、まああのラベルを変わるっていうことです。これと同時に発売したみたいですね。まあ、新ラベル。多分新ラベルがまずくなってるんちゃうかなと思いますけどね。絶対まずくなってるだろう、日華ウイスキーのことだ。絶対、あれだよな。劣化し。いやー、あの、ラベル変えただけなんで、全然、はい、ウイスキーの樽は、樽とかね、味とか一切変えてないですよって言ったら、あの、俺がクレーム入れてやる。これ、もしまずかったら、もし明らかに味変わってたら、マジでクレーム入れてやるわ、マジで。日華ウイスキーにクレーム入れてやる。まあでも、この甘さは結構、ロックにしたらどうなるかと思ったけど、まあでも、ロックで飲んだ方が、あの、辛みはなくなりますね。まあそこそこ、辛みはなくなるんですけど。まあ、2500円だったらフロムザバレルと同じか。まあ、フロムザバレルの方買うだろうな。どうですかね。これは。でも、シングルモルト買えるもんな。2500円あれば。まあ、まあ、ブレンダーズスピリットに比べたらはるかにゴミみたいなレベルですけど、まあ、2160円ぐらいで購入するんだったら、まあ問題ないと思います。2500円だとちょっと躊躇するレベルか、ちょっと悩む感じはありますが。まあ、やっぱ、
全体的に辛いんだよね。ものすごい、辛さがあるんで、まあ、それが好きか嫌いかっていうことでしょうかね。まあ、そんなにコクも感じられないといえば感じられないですね。まあ、でも、そこそこ頑張った方ちゃうかって。でも、ブラックニッカのディープブレンド普通に1300円くらいで売ってるからな。今日俺1350円くらいで買ったけど。それの方が、まだ美味しいんじゃないか。まあ、ちょっと辛い。辛いので、ストレートで飲むと、ちょっと舌がピリピリして、厳しい。まあ、これはでも、アマゾンで今ならね、2160円で売ってますから。そこそこあれじゃないですか。買いだと思いますよ。うん。香り、うん、まあ。辛みがあるから、辛みが。まあ、うまいかまずいかで、まあまあ、まあ、普通ぐれちゃうか、これ。普通ぐれちゃう？ 4443 です。ご視聴ありがとうございました。